ルしたいってのはあんたか。悪いけどこっちの準備ができるまでもう少し待っていてくれないか。それにしてもいきなり峠に来た走り屋とのバトルを受けるのかな。凌介がそんなことをするなんて本当に珍しいよ。兄貴には何か感じるものがあったのかもな。あんなに入れ込んでる兄貴がアキナの86とバトルした時以来だぞ。しかも相手はまた86だからな。この車にはとことん縁があるみてえだな。乗り込んでくる心意気は評価してやるが、厳しいことか教えてやる。始めるぞ。今はまだ誰にも負けやしない。今日は本気の全開ドライブだ。技術的に高いレベルのドライバー同士の戦いになれば、最終的にはコースをよく知っていることが武器になる。ロータリー自体はコーナリング色した。これからだ。小さなステージで満足しないで、広い世界に目を向けていけ。
また会おうぜ。